久保さん、今回はストレスを与えろにしましょうか。ストレスを与えろと。うん。あの、新しい稼ぎ方、新しいことやるって多分ストレスだと思うんですよ。久保さんはちょっと偉人なので分かんないですけど、例えば新しい数式を覚えるとか、新しい英単語を覚えるとかね。もうなんか自分の、 分かんないことをやるってすげえ頭がぐちゃぐちゃになるしなんかもう、うん、ストレスかかると思うんですよねうんだけどそのストレスがを乗り越えない限り新しいことっていうのは覚えられないですよねだから僕自身も最初っていうのは本当にまあ今こういっぱい本ありますけどこんな本を読むのも苦痛だったんでまあ今は別にまあ昔ほど苦痛ではないですようん普通に読みたいと思って読めるんで 昔は読まないといけないみたいなねなんかそういう部分もあったんでうんまあ知識入れないといけないっていうね知識ないと無理なんでうんだからその、うん、堀江さんも言ってるんですけどストレスを与えることかあのなんだ過剰にストレスを与えることはあれかもしれないけどいまあなんだいまだにストレスをこう負荷かけてるように日頃から気をつけてるっていうことを言ってましたけど みんなストレスから逃げたいと思ってるんですよね。でも稼いでる人は、もはやストレスをあの、ウェルカムみたいなね。うん、失敗ウェルカムとかね、うん。失敗して当たり前なんだかやるだろうみたいなね。でもうまくいかない人っていうのは、ストレスから逃げたい。会社のストレスから逃げたい。あー失敗から逃げたい。うん、まあ、それだったら多分あんまうまくいかないと思うんですよね。うん まあ逃げるってことも極地においては大事ですけども逃げ続けたらゲームクリアできないですからねその場は回避できたとしてもそのゲームはクリアできないのでうんまあドラクエとかもね逃げるってありますけどずっと逃げてたらどうやってボス倒すんですかって話で特にビジネスやるなんかはライバルを倒してライバルからより選ばれないといけないんでまあ戦いみたいなもんなんでうん立ち向かっていかないといけないですからね だからそのストレスを乗り越えていくことによって自分の,あの力量っていうのがあ増えていくんじゃないかなと思いますし逆に自分の力量が増えないっていうことはそのストレスから逃げているってことなんじゃないかなと思います。はい行ってらっしゃい。